お前の力が必要だ。タイガラス。タイガラス。バイキングジョーです。騎士竜王の変形再現、そして騎士竜王スリーナイツの竜装合体再現は見てくれたかな。っていうことで今回登場するのはこれ、デラックスタイガランス。そしてここに見えている騎士竜王タイガランスの竜装合体シーンを再現していくよ。はい、じゃあね、タイガランスってことでまずはパッケージから見ていきましょう。騎士竜シリーズ04デラックスタイガランスっていうことで、パッケージの上の方にはね、竜装ジャーがこんな感じにズラズラズラっと並んでいます。で、表の方を見てみるとかっこいいよね。やばいなこれ、竜装合体楽しみだね。でね、このタイガランスにはなんとグリーン竜ソウルが付属しています。この後ね、竜装チェンジャーで音声確認もしていくので、そちらの方もお楽しみに。で、騎士竜王タイガランス、これもね、騎士竜王スリーナイツの時と同様に竜装合体シーンをね再現していくので、そちらの方もお見逃しなく。っていうかね、正直なところそこを一番見てほしい感じです。で、側面を見てみるとグリーン竜ソウルのソウルモード、ナイトモード。で、反対面はいろいろね、竜装合体の遊び方が載っていて、パッケージの裏面にはセット内容や、これも遊び方がね、いろいろ書いてあるんだけど、そこら辺はね、遊びながら確認していきたいと思います。じゃあね、早速中身を取り出していきましょう。いくよ、せーの、ダン。お、なんかアンキローゼ、トリケーンの時よりね、パーツがすごく豊富です。じゃあね、説明書を確認して、あ、セット内容。タイガランスの胴体に、ランス。で、武器に尻尾、そしてグリーン竜ソウル。これは少し組み立てが必要な感じだね。あ、あった。タイガランスへの変形。組み立て方は、なるほど。で、裏面を見てみると、騎士竜王タイガランスへの変形。なるほどね。わかった。はい、じゃあね、説明書の手順に沿ってタイガランスに変形していきたいと思います。まず変形させるのがこれ、タイガランスの胴体。これがね、箱から取り出した状態なんだけど、なんかあれだよね、このポーズかわいいよね、にゃーって感じで。あー、でもかっこいいね。うん。で、全体はぐるっとこんな感じ、いろいろとジョイントできそうな感じだね。でね、このタイガランスの足をこんな感じにね、倒す形で変形して、反対側も同じようにこんな感じにね、変形させます。これで第一段階は完了だね。うん。で、次にタイガランスのこの部分、お尻の部分に取り付けるのがこれ、タイガランスの尻尾。で、この尻尾部分は箱から取り出すとこの状態なんだけど、ここにね、武器が2つついているので、そのうちの1つを取り外します。でね、このパーツは一旦置いといて、この状態の尻尾をタイガランスの胴体部分、このね、お尻の部分に取り付けます。で、取り付けるとこんな感じでね、さっき取り外した武器をこのね、足の部分に取り付けていくんだけど、前じゃなくてこの後ろの部分にカチッ取り付けると見た目はこんな感じになります。で、今度は反対側に取り付けるのがこれ、ランス。ランスっていうのはね、ヨーロッパの騎士が使う槍のことなんだけど、まあそれは置いといて、ランスもこんな感じにね、ジョイント部分に取り付けます。よし、できた。これでタイガランスの完成。かっこいいね。うん。じゃあね、全体をぐるっと見てみましょう。やっぱり竜装ジョイントがすごいね、豊富だから、これいろんな合体パターンで遊べる感じなのかな。あ、そういえば何かギミックとかってあるのかな。口の部分は、あ、開かない感じです。ってなると今のところ動きがあるのはキラミーモの顎の部分とアンキローゼの尻尾の部分だね。あ、そっかそっか、タイガランスはこの足の部分が動くんだよね。って考えると結構ね、遊びの自由度は高いのかな。いろんなポーズを決めてね、遊ぶことができるんだと思います。うん、できそうだね。あー、でも足を全部伸ばすとこのランスの部分が引っかか、あ、そっか、ジョイントの向きを変えればいいだけか。あー、なるほどなるほど、これは楽しいね。で、対象年齢もね、3歳以上ってことで、まあ竜装ジョイントも豊富だし、特別細かいパーツもないしね、ブロック感覚で遊ばせてあげてもいいんじゃないでしょうか。っていうことで、騎士竜タイガランスへの変形が完了しました。
この後もね、まだまだ続くので最後まで見ていただけると嬉しいです。ってことで次に登場するのがこれ、グリーンリューソール。グリーンリューソールは初めてゲットしたんだけど、これもかっこいいね。でね、騎士竜王の顔になる裏の部分はこんな感じ。お、かっこいい。なんかレッドリューソールとピンクリューソールを足して2で割ったような感じじゃない？これ結構好きだな。ちなみにレッドリューソール、ブルーリューソール、ピンクリューソール、今ねゲットしているものを並べるとこんな感じ。みんなはどの表情が好きかな？ちなみにジョーはね、決められないな。全部大好き。っていうことで次はね、このグリーンリューソールの音声を確認していきたいと思います。はい、じゃあね、リューソーチェンジャーにセットして音声を確認していきましょう。まずはナイトモードに変形。リューソーチェンジャーにセット。リューソーチェンジ。じゃあタイガランスも無事召喚できたということで、お待たせしました。ティラミーもトリケーン、アンキローゼにタイガランス、この4体の騎士竜で騎士竜王タイガランスの竜装合体シーンを再現していきたいと思います。さあ、お前の力が必要だ。タイガランス、騎士竜王と合体だ。はっ、竜装合体。楽しかったっていうことで、デラックスタイガランス、そして騎士竜王タイガランスの竜装合体再現はいかがだったでしょうか。竜装ジャーの動画はね、この他にもティラミーゴから騎士竜王への変形再現、騎士竜王スリーナイツの竜装合体再現、他にもね、いろいろとグッズを紹介しているので、そちらの方も合わせて見ていただけると嬉しいです。今回登場した竜装ジャーの他にも、男の子向けにアニアやシンカリオンの動画、女の子向けにリカちゃんやプリキュアの動画、小さなお友達向けにアンパンマンの動画など、家族で楽しめる動画をたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回 SG 竜ソウルもお楽しみに。バイバイキー。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキー。